本日もやってまいりました3分クッキングの時間です。今日はね、胸肉とキュウリを使った簡単なね、お酒に合うおつまみを作っていきます。胸肉はレンジでチンをします。だいたい5分ぐらいチンしたから冷凍だったんで、でこのキュウリは4本使ったんですけど、まあ、2、3本ぐらいでいいかな。それを握力を使ってこうブチ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 ちぎっていきます。見て、ここにね、あの実は飛び散ったキュウリがあるんですけど、キュウリちぎるときめっちゃ飛び散るんで、皆さん気をつけながらちぎってくださいね。そしたら、チンしてできたあの胸肉をね、今度は裂いていくんですけど、もうこの皮は捨てて、もうね、やばい、やばいぐらい熱いの。あっち。実はね、調子乗りすぎてレンジでチンをね、しすぎたせいで、なんか硬いところは出てきたんですけど、まあ硬いところは、あの、捨てて、柔らかいところだけをきれいにね、きれいにっていうか、まあ食べやすい大きさぐらいにこう手でちぎっていきます。で、細かく細かくちぎっていって、だいたいね、1個ぐらいでね、この量だから、もう全然十分。これでもね、2日半ぐらいは全然持つ。うん、全然持つ、本当に。で、ちぎった鶏胸肉ね、先ほどね、あの、握力でぶっ潰したきゅうりをバーっと入れて、お砂糖と、醤油、これはねもうお好みでいいです。結構足りなかったこの量だと。ごま油もお好みの量、もう私はもうブン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 かけた。でこれ韓国風たたききゅうり、この粉がこれがねめっちゃうまいの。これを1袋入れます。なんか1個にね2袋入ってるんだけど、それ1袋で十分。それを入れてちゃんと味が馴染むまでこうやって混ぜていきます。お箸でね。完成しました。これマジで美味しい。めっちゃ簡単だし、もうめっちゃめっちゃうまいの。きゅうり4本使ったからちょっと味がね薄かったんですけど、2本ぐらいだったら全然いい感じの味で美味しいです。あの実は動画でもね、あげるネタがだんだんなくなってきて、ちょっと今あのすっごいあの簡単なやつをあげてるんですけど、でもこれは本当に美味しいから、もう胸肉もめっちゃふわふわで美味しいし、きゅうりもカリカリしてて美味しいので、ぜひ皆さん作ってください。このね韓国風たたききゅうりのこの粉はね、めっちゃ安くて買いました。コンビニにもあるし、私が買ったところでは99円プラス税だったので売ってたので、ぜひ皆さん買って試してみてください。チャンネル登録よろしくね。